おはようございます。本日も、汚い男がお送りする午前のティータイム始まるよ。怒涛だったのか分かんないですけど、忙しかった、1ヶ月が終わってちょっとゆっくりの時間が始まりました。改めて、夏季ガンガン、祭り来てくださった方ありがとうございました。11月5日まで開催してた夏季ガンガン祭りはですね、大盛況にて幕を閉じました。サロマまで自分取り行って、まあ約俺は 1トンぐらい取ってきたんですけど、その後も追加で何回か取り行ったりとかして約4トン完売いたしました。素晴らしい、4トン、しかもほぼぴったりぐらい、はい、どの時間来ても1時間ぐらい待ってるっていう状況でね、無事やけどもして指紋なくなりました。気になる人はなんですけど、夏季ガンガン祭り札幌とかで検索したら、俺が一生懸命働いてる姿がちょっと映ってるような、テレビの番組あったりとかするんで、ちょっと映ってる俺を見たい方はぜひぜひ、検索してみてください。あ、オッケーオッケー、これいけるよ。はい、行きます。待って、こっちは開いてるね、どっちも。これ2つね、はい、いいわ。今日朝起きてから私たち2人でですね、ニンニク注射打ってきました。ニンニク注射と、あとなんだっけ、あれ NMN っていう、なんか万能っぽい、そう、元気になる注射、元気になる注射って言ったらなんか怪しいけど、はい、でもほんまに元気、はい、ぶち込んでいきました。ニンニク注射打ったことある人いるかな。いや、すごいんだよ、ニンニク注射。なんか一応ニンニク注射って二日酔いだったりとか、まあなんかちょっと体調悪くなりそうな時に打った方が効果が出るんだけど、打つじゃん注射、液体半分ぐらい入った瞬間からもうね、喉とかね、鼻からね、あのステーキハウスみたいな、ガーリックライスみたいな匂いがふわーって出てきて、めちゃめちゃ一気に口の中臭くなるんだよね。気持ち悪かったよな。気持ち悪かった。でもそれが癖になって通ってる人いるらしい。あ、そうなんだ。いや、けどなんかすごい、やっぱりこうね、血液に入れるっていうのはもうめちゃめちゃ一瞬で効果あるんだなって。だから本当にね、やばいんだろうなっていうのが、この後どうなるのかすごい気になりますね。 NMN が続けなあかんけど、ニンニクは高いよ。けど MMN 高いけど、俺幹細胞の注射とかしてみたいから、いや、ちょっと続けてみようかなと思って。1回3万使ってやったらやらない、続けない。そうだね、2、3週間に1回って言ったから、1ヶ月に1、2回1ヶ月に1回ぐらいは打ちたいなとは思ってますんで、うん、いや、いい時代になったもんですよ、本当に。すごい、素晴らしいですよ。別にこれ案件とかじゃないんですけど、この、ルルルンっていう会社の方がですね、なんと段ボールいっぱいいっぱい送ってきてくれました。はい、で、俺使ったんですよ。で、使ったっていうか、ルルルンで新しいのが出てるって言って、どんなん出てんだろう、送ってくださいって言ったら、まさかのエクソソーム。すごくない？すごいよ。クリニックとかで流行ってるやん。うん、流行ない。早い。今流行ってるやつがもうパックになって登場してんだよ。ルルルン。お前のさ、何だっけ、ビタミン系のやつもさ、うん、早かったよ、何かが。商品するのめっちゃ早い。めっちゃ早い。はい、こちら。多分これがお得パックで、これが普通のやつなんだけど、なんで次また旅出るときはこれを持っていきたいと思います。はい、他にも送ってくれてるんですよね。ルルルンピュアビタミンのパックですね。ね、バランスタイプニキビのパックなんで、ありがとうございます。これたくさん使いたいと思います。もう告知始まってるんですけど、12月の23日から、1月の8日まで静岡パルコにて、サベジクラポップアップ開催決定しました。行きます、サグちゃん行きます。その行く日程はまた発表するんで、よかったら僕のインスタグラムをチェックお願いします。でですよ、なんで静岡にポップアップしに行きたいなと思ったかっていうと、5年前日本一周みたいなしてたんだよ俺。その時に静岡着いた時にオフ会みたいなのやったんだよ。で、最初駅の前にめっちゃ人がいてくれて、着いた瞬間に、いや、これ人いすぎるから公園行こうよって公園行ったんだよ。公園行ったのが15時ぐらい、それから列ずっと絶えずに20時ぐらいまですごずっと人が来てくれてて、で、挙句の果てに最後警察来ちゃったっていう動画、概要欄に貼ってるんで、よかったらチェックしてみてください。すごいんですよ、人が何しにここへ来たんです。佐川に会いに来ました。ありがとうございます。やば、あのね、これね、終わらないね、いすぎ。そんなことがあって、まぁ、ちょっとね、5年も経っちゃいましたけど、まだみんな見てくれてんのかな、来てくれたら嬉しいなって思いますんで、よかったら、年末年始ぜひぜひ静岡パルコ、サベージクラブいますので遊びに来てください。
はい。だけどなんかこれ見すぎてなんか踊ってるの腹立ってきたんだよね。好きだよ。今日はですね、皆さんに紹介したい人がいます。黙ってましたよ、みんなに。ずっと黙ってたわけじゃないけど、みんなそういう関係性だった。今まで隠しててすみません。ゆかです。うるせえ。みんなに黙ってましたが、僕のセカンドパートナーを紹介したいと思います。はい、はい、正式に僕のセカンドパートナーの福美ちゃんです。私はファーストやと思ってたんですけど、ゆうかがセカンドじゃないって言ってる。福美ちゃんセカンドです。肉体的な関係もないじゃん。ん？だマジでセカンドパートナー。肉体的な関係あるやん。毎日ベロでかあれ手とか顔舐められまくって。本当だ。たたたたおめでとう。めっちゃ体あったかいから多分眠いわ。というわけで俺のセカンドパートナー紹介をくれましたが、よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとインスタで質問募集したんで、それ返していこうかなと思います。具合悪くしていませんか？そういう方に、はい、ニンニク注射をお勧めいたします。はい、一回2000円ぐらいで打てるので、よかったら具合悪い人とか打ってみてください。ガンガン焼き最高に美味しかったです。ありがとうございます。来てくださった方本当にありがとうございます。海外旅行に行くのはおすすめありますか？やっぱり韓国、タイとかがやっぱ今はいいんじゃないかなって俺は思うね。タイとかだったらもう島とかがめっちゃ海綺麗って言うしね。そこまで攻めれてないけど攻めてみたいなとは思うね。だってさ、今はこの状況でさ、まあ、円安で物価も高騰してる中でアメリカとかさ行ってさ、まあ、相当余るだけ金あるんだったらいいけどさ、頑張って貯めたお金で旅行行ったっつって言ってんのにさ、ね、飯食うのにさ一発で5000円、1人5000円、6000円、もっと高い場合もあるし、ホテルだって考えたらめちゃめちゃ高いわけじゃん。その中で頑張って貯めたお金の中でひもじい思いするのはちょっと嫌じゃないですか。だったらやっぱ今東南アジアとか行った方が楽しいんじゃないかなって俺は思ってます。はい。ジップパーカーの L ブラック再販ありますか？再販してほしいです。残念ながらそちらの再販はもうございません。ですが、カラーチェンジで、新しく登場すると思うので、よかったらサベージクラブチェックしてください。そして、12日日曜日の、21時からまた新作ボアジャケットだったりとか、フーディー出たりするので、よかったらそちらも、サベージクラブのインスタ概要欄に貼ってるんでチェックしてみてください。サイトが少し変わりました。ランキングとか登場したりとか、あとラグの販売が始まったりとかしますので、よかったらサベージのサイトも飛んでみてください。ベタやけど待ち受けは、サグちゃんの待ち受けは、はい、じゃじゃーん、今これですね。1ヶ月に1回サベージの LINE アットの方で待ち受け配信をしてるんですよ。それの待ち受けに毎月変えてます。はい、今月はこんな感じの待ち受けだったんですけど、今から登録しても多分この待ち受けはもらえないんですけど、来月、はい、LINE アット登録しとけば新しいやつもらえますので、よかったら LINE アットも登録してみてください。わー、衝撃な質問来ちゃったよ。動画を見てるとサグワ君は100点満点の彼氏だと思うんですけど、自分から見てサグワ君の欠点は？だって自分で逆にちょっと100点満点の彼氏を持ってるゆうかちゃんから、うん、はい、俺の欠点教えてください。俺何点ですか？50点。半分になりました。寂しがり屋の人から、うん、とから見たら0点やから、うん、50点。はい、自分の欠点は全然家にいないことでした。はい、あるけど、まあ黙っといたるわ。黙っといたった方がいいやろ。 YouTube 続けられへんくなるから。はい、すいません、お願いします。黙っといた。迷った時どうしてますか？こんな質問来ました。迷うんだって。迷うよ、やっぱ選択の連続じゃん。やるやらないもそうだけどさ、これやりますか、やって。けど迷った時は、まあこれよく言われてる法則なんだけど、だ例えばやるやらないで迷うとするじゃん。だからやるやらないで迷うんだったら、それ以外の考えをもう一個し別欄、多分 AB ってあったら C 案を持ってくる。やるやらない以外に、じゃあ他のことできるかなとか、新しい選択肢を出すと、もっとこう、あ、だったらやった方がいいなとか、あ、だったらやらずにこの C 案やった方がいいなみたいな選択肢になっていくから、もしもなんか2択で迷ってる場合だったら、他の別案も考えてみて3択にさせるとか、そういう風にしたらもっとこう絞り込めれるかなとは思います。ゆうけちゃんだったらどうする？考えるのやめる。考えるのやめたらもう終わりやん、そこで終わりっていう、C もありですね。AB で迷ってたら強制終了っていう C が出てきてもいいね。うん、その C は何でもいいんで、はい、やるやらない以外に、じゃあ
他のことやろうとか考えるのやめるとか、そしたら意外にあだったらやった方がいいなとかなると思います。はい、というわけでこんな感じで今日も動画終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。じゃあまた動画撮ります。バイバーイ。